わさたかよです。本日は六白金星さんの2024年6月の5日から7月5日までの月単位の運気についてお伝えしていきます。この動画をご覧いただくと、六白金星さんが6月をどのように過ごすと開運していくのか、またどのようなことをすると運気を逃してしまうのかということについてご理解いただけます。ぜひ最後までご覧ください。では最初に全体運からお伝えしていきます。六白金星さんは6月はですね、今までと違って、とてもね、動きが静かになる時になります。で、例えば人生ゲームだったりだとか、スゴロクとかちょっと古いですけれども、そういったものでいうところの1回休みみたいなものなんですよね。なので、6月はですね、ちょっとこう動きがある時に比べると動きが少なくて、動きがですね少しこう止まっているような感じを受けると思うんですね。ですが、物事には、陰と陽っていうふうに大きく2つに分けることができるんですけれども、私たちついついね、陽のところばかりに目がいってしまうんですけれども、常に人生は陰の部分と陽の部分っていうのがあるんですね。で、今回は、陽の部分ではなくて、陰の、フェーズの時なんですよね。で、例えば、陽の時は活発に動いた方がいいですし、陰の時は、ゆっくりペースでやっていった方がいい時なんですよね。例えばゲームで1回休みの時だったら、皆さんどういう風にされますかね。1回休みだからもう全然関係ないよっていう風に思うのか、あるいは、休みの時にね、みんなの動きを見て次どういう風に動こうかなとか、そういうことをね考えたりするんじゃないでしょうか。人生軸上でもですね、同じようなことが言えるんですね。なので、できるだけこの、動きがね静かな時にいろんな戦略を立てていただいたりだとか、計画を立てていっていただきたいんですよね。陽には陽に適した行動、陰には陰に適した行動っていうのがあるんですね。6月はですね、ぜひ頭を使っていろいろな計画を立てていたり、アイデア出しをしたりっていうことに使っていただきたい時なんですね。いわゆる一人戦略会議みたいなものですね。今後ね、何かこう制限がなければどういうことをやっていきたいのかっていうようなことを、計画をね立てていていただけたらなというふうに思います。では次に仕事運ですね。仕事運でもですね、何かこう外に向かって発信をしていくだとか、あるいは、外に営業をかけていく、もちろんね、営業の方はずっとやり続けないといけないところなんですけれど、力を入れるところっていうのはぜひね、戦略を立てる部分をねしっかりやってほしいなっていうことなんですね。で、その前段階としてぜひ仕事面でおすすめしたいのは、身の回りのね整理をしていただくことがいいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、例えば、いろんな書類が溜まっていて、こう机がね、いっぱいになっているとか、ちょっとね何が何か分かんなくなってるっていう状態だと、パッて欲しい時にね、欲しい情報が取れないっていうことにもなると思うので、まず身辺整理をしていただいて、いわゆるパソコンの中とかデータとかもそうですね、携帯の中とかもそうですけれども、ちょっとね身の回りを整理していただくと、結構ねいろいろこう整理された分、いろんな新しいアイデアが湧いてきたりだとか、新しいものが入ってきたりするんですよね。ですので、できれば身の回り、物に限らずデータとか思考もそうですけど、整理するっていうことをね、ぜひこの頭を使う時こそやっていただきたいなっていうふうに思います。で、先ほども言ったように計画を立ててほしいなと思うので、できれば仕事面でもですね、何か今後の計画をね立てていただきたいなっていうふうに思うんですけれども、その時におすすめしたいのが、もしも何も制限がなかったらっていうことを考えていただきたいなと思うんです。例えば上司に止められないとか、他の人に反対されないとか、そういうのがもしないとしたら、こういうことをやってみたいとか、こういうことができるようになったらいいなとかっていうことをね、計画として立てていただきたいんですね。で、その計画を立てていただいた後、じゃあ上司にどう言って
説明すればこの案が通るかなとか、反対されないようにできるかなとか、どういうプレゼンテーションが向くかなとかっていうことを考えるっていうことなんですね。で、最初から、上司が反対するからこの制限内でやろうとかっていうよりは、一旦取っ払っていただいて、計画を立てた後にじゃあそれをどうやったら実現させれるのかっていうふうな順番で考えていただいた方がいいと思うんですよね。まあ、そんなふうに自由な発想でね、思考を巡らせていただきたいなと思います。はい、では次に金銭面ですね。今回もですね、ちょっとね、一番なんかね動きが少ない時なので、収入がねなかなか見込めない時なんですね。ですが、思いがけない出費とかも含めて、出費はね相変わらず出ていく時なんですね。なので、この時こそやっぱりね倹約は必要になります。いつ使ったらいいんだよっていうね、声が聞こえてきそうですけれども、まあ社会的に見ても、いつでもガンガン使っていいよっていう時はなかなかなくて、もし収入面が期待できた時だとしても、それはやっぱりね自己投資に使う、無駄なお金に使うんじゃなくって、将来ねちゃんと何かとして返ってくるようなものにお金を使うっていう風にねするだけで、基本的に何でも無駄遣いしちゃいけないんですよね。なので、今月はね収入もなかなか見込めないので、ぜひね倹約をしっかりする。で、家計簿を一回ね見直していただきたいと思うんです。頭が冴えてる時なので、例えばあこれいらないんじゃないかなとかって削れることもあるかもしれないです。例えばね、携帯電話のねキャリアを変えるとか、あるいは、サブスクをね、あもういらないものがあるなとかってね削除するとか、そういったこともねやっていただいたら、すっきりするんじゃないかなというふうに思います。では次に人間関係、恋愛結婚関係ですね。で、この6月はですね、人間関係はとても良好に進みそうなんですね。ですので、シングルの方は出会いもありそうですし、いいご縁につながっていきそうです。そしてカップルの方やご夫婦の方なんかは、その愛情がねさらに深まっていけるんじゃないかなという時になります。そしてカップルの方やご夫婦の方はですね、子宝にね恵まれやすいっていう時になりますのでね、もし望んでいる方がいらっしゃったらチャンスだと思います。そしてまあ2人の時間の過ごし方なんですけれども、まあ用の時期っていうのは活発にね外に出かけたらいいですよっていう話をするんですけれども、陰のフェーズの時はですね、ゆっくりリラックスするっていうことの方がいいんですね。なので2人の時間をねゆっくりまったり過ごしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。無理やりね出かける必要はないと思いますし、自分たちの時間をね有効に使っていっていただきたいと思います。では次に、健康面ですね。健康面ではですね、このだんだん暑くなってくる時期、そして梅雨に入ってくると、ちょっとジメジメしたりとかして、ついついねちょっとすっきりしたいなと思って冷たいものを飲む機会っていうのはね増えるんじゃないかなって思うんですね。で、それと同時にエアコンも入ってくるので、体としてはね結構ダメージが大きいんですね。冷えに対しての、こうちょっとねリスクを考えていただきたい時なんですね。特に腎膀胱系とか婦人科系っていうところで言うと、冷えって大敵なんですね。で、6月はそこに注意をしていただきたい時なので、もちろんねお出かけする時には何か羽織るものだったり、足元ね冷えないような状況にするとか、サンダル履きもねできればちょっと気をつけていただきたいんですよね。あんまり冷える時はサンダルはやめた方がいいんですね。ずっと日中外に出かけて中に入らない時だったらサンダルはいいと思うんですけど、結構室内にいる時だったらサンダル履きだと結構足元冷えるのでね、ぜひ気をつけてください。そして冷たいものをね取りすぎるのも、ほどほどにということで、たまにはねいいと思うんですけど、続くとね夏の後半にその疲れが溜まってきますのでね、注意していただきたいと思います。はい、では六白金星さんの6月の運気についてお伝えをしてきました。最後までお聞きくださってありがとうございます。次回はね七赤金星さんの、6月の運気をお伝えしたいと思います。で、まず6月、六白金星さんの6月はですね、まずは動きがこうゆっくりになる
だからちょっと焦ったりするかもしれませんけれども、この時にするべきことっていうのがあるんですね。陽の時に最適なこと、陰の時に最適なことっていうのは違ってくるので、6月はゆっくりペースで物事を進める、そして頭を使った、ものがいいんですね。なので体を使うというよりは頭を使って何か計画を立てたりアイデア出しをしたりっていうことに使っていただきたいと思います。仕事の面でもそうですね。今はアイデア出しなどに向いている時だと思います。で、愛情運ではね、とてもいい時なので、2人の愛をね、しっかりと育んでいただきたいなというふうに思います。ぜひ参考にしていただけたらと思います。ぜひ参考になったよとか、何かね、質問など、ご感想などでも結構ですので、コメント欄の方に、コメントをいただけたら大変嬉しいです。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。では、さようなら。